さあ、若林のコミュ障害告白本というとんでもないコピーがついている社会人大学人見知り学部卒業見込み。そうなんですか。いや、なんかね、なんかインターネットかなんかの、うん、若林コミュ障告白みたいな。でコミュ障は告白してないんですよ、ね、私の中ではそうだよね。もうわけわかんないタイトルつくよ、あれ、ああなってくると、でこの、そう、いまあ、未だに聞かれるね、人見知り治るんですか、うん、読んだらって。ああ、うーん、なるほどね。まあまあ、いろんな、なんかそういうのが知れていいね。でもツイッターっていうのはね、うん、ああ、そう、生の感想というか、なんかね、そのアベレージみたいのがわかる雰囲気の。まあ、ツイッターの中だけなんでね、ちょっとおかしいんでしょうけど、それもね。まあ、一つのでも目安には。目安にはなるよ。なるほどね。じゃあ早速ね、読んでいきましょう。大阪府ラジオネームブラウンママさん。女子と隣の席になった時、自分と女子との距離感がつかめず、とりあえず肩をすぼめて手を膝の上に置いている。うん、ああ。自分と女子との距離がつかめないんだって。うん、肩をすぼめ、肩をすぼめ。俺ちょっとわかんだよな、これ。なんか番宣でさ、うん、この後は駆け込みドクターみたいなのを撮るときにさ、うん、こう、吉田アナが隣に来てさ、うん、吉田アナと肩が触れちゃいけないなって思うから、やっぱり久本さんにいっぱい肩くっついちゃうんだ。いや、久本さんはまあまあ女子だけどね。うん、まあそうだけど。まあ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 。なんか吉田アナにくっついちゃいけないって異常に気にしちゃうね。まあでもわかるな。なんかあるじゃん。あるある。私もそのヒルナンデスで、うん、V 見てるとき座るじゃない。うん。隣がその小島瑠璃子くん。ああ、そうだね、うん。あの子結構その、まあ、なんていうか、まあ明るいというかさ、うん、オープンな感じだからさ、うん、その膝を叩かれたやつはするわけ、私。あ、カスがこう、なんか、やめてくださいみたいな。とかね。うん。やっぱそういうのもちょっと緊張するもんね。だから肩とかも当たるから、ちょっとこう、ずらしてよ、こうやって肩を。あ、当たらないように。引くみたいな。あ、小島ちゃんって何個下だっけ、うん、お前の。ね、19だから、うん、15個下ね。気持ち悪い。お前が体育教師になってたら超気持ち悪いな。もうほんとパワハラ教師ですよ。いや、そんなことない。爽やかな体育教師になって。俺は隣ミトちゃんだから昼なんですけど、うん、全然平気。いやいや、三浦君も女子よ。うん、うん、あ、これわかるわ。まあまああるな。うん、ね、ラジオネーム定毛隊長さん、うん、実録人見知り学部。昼飯は食堂で一軍が騒いでるのを横目に、そういうことに価値を感じない人間という意志の強い人間のふりをして一人で食べる。うん、ああ、これ折れそうだな。なるほどな。あの、一人でも別に良くないみたいな雰囲気出すね、俺は。うん。でも、それもさらに一周すると、うん、その、意志の一匹狼ぶっちゃうんだよねって自分から言うってパターンもあるよ。なるほど。うん。あいつ、うん、一匹狼ぶってるなって言われるの防止のために、うん、一匹狼ぶっちゃうとかあるんすよねって先に言うっていうとこまでごちゃごちゃしてくるよ、もう。それはもう、どういうことなのかよくわかんないもん、もうね。本当は一人で食べるの平気なのよ。だけど、うんうん、友達と食べるのが当たり前だと思ってるバカって、うんうん、一人で食べることが苦しいことだと思ってるじゃん、バカみたいに。うん、我慢してんだなと。そうそう、群れないと飯も食えねえさ、うん、バカ野郎だから。くぅ、おとけびしなるほどね。そうそう。だから、うん、あいつ一匹狼ぶってんな、みたいなこと言ってくるやついるわけじゃん。うん。それもさらに防止しなきゃいけない、こっちとしては。なるほど。だから、一匹狼気取っちゃってるとこあんだよね、って、先に言わなきゃいけないのよ。なるほど。そしたらもう何も言えないもんね。でもまだそれ裏、これまだ裏取られたりするから、もうこれはもう、いたちごっこ。自意識のいたちごっこですよ。もうだからもう歩きながらバリバリコッペパン食べたらいいんだよな、もうな。そしたらもうそういう人って思う。やばいやつ。やばいやつ。下駄履いて着物着てな。もうやばいやつになるし。うん、そんならもう声かけられないよ。そこまでいけないっていうのもあんだよね。ラジオネーム、夕飯はインティライミさんです、うん。電車の中でどの向きを向けばいいか分からず、この向き方は失敗だったと思っても、こいつ向き変えたなと思われたくなくて、その失敗の向きのままでいることになる。うん、これはあるね。
なるほどね。あのエレベーターとかでもよくありますね。向かい合っちゃう。電車でもこう向かい合っちゃうけど、うん、向き変えやがったって思われたくないから、うん、そのままにしてスマホをいじるみたいなね。気にしてませんよみたいなね。あ、この向きダメなんでしたっけみたいなね、うん。感情を自ら出すってやつね。ねえ、そちらが変えるんだったらどうぞ変えてくださいみたいな感じでしょ。そうそうそう。これは人見知り学部にありがちですね。うん、ラジオネーム、なおえびすさん。女同士のダサいあだ名に腹が立つ。それはな、人見知りなの。人見知り、若林学部ですね、これは。これは腹立つんだよな。女同士のダサいあだ名。なんかあるじゃん。別にそれはでも仲間同士で呼んでる分なにはいいんじゃないですか。いや、ダメでしょ。ダメ、それが流れ出ちゃってる時点でダメってこと、外に。浸透してんじゃねえよって思うよね。いや、別に仲間うちなんだけでしょ、女同士の。だから例えばって言うと結構芸能人被っちゃうから難しいけど、うん、まあ、みちゃことかさ。まあまあまあ。じゃあそれは、あの、あれよ。例えば、ミサコっていう人がいるとするじゃない。うん、で、ミチャコって呼ばれてて、それがクラスで浸透してると、うん、浸透してんじゃねえよって思っちゃう。やっぱりこっちはクラスの一番端っこで。いや、それ浸透するよ。呼びやすいんだから。で、なんか、あややが出てきてから、うん、そういうのが、下を2回言うの、みゆゆとか、うんそんなんももう全然ダメだね、あんなのね。え、じゃあもう、そのあた、親から与えられた名前でしか呼んじゃいけないってこと？当たり前じゃん、そんなの。いや、あだ名があることによってちょっとさ、距離が近くなったりするじゃないですか。そう？だって若林さんってそのジャリって呼ばれてたわね。え、ジャリとかはまだいいのよ。そのなんかにこう例えたり、うん、それは女の子だって、うん、なんか別になんか葉っぱみたいに呼ばれてたらいいんだけど、うん、なんかその名前可愛くなってんじゃねえよってことだよね。あー、なるほどね。まゆみんみたいになるじゃん。うん。まおみんみたいになるじゃないですか。うん、いるな。まおみん。結婚おめでとう。結婚おめでとうですね。で、そうなると、うん、いわゆる。またほら、ヤフーニュース載っちゃうから。うん。その人じゃないです。俺が言ってんのは、うん、クラスでまおみんって人がいて、まおみんって呼ばれてたら、うん、何浸透してんだよって思うってことよ。じゃ、でもそれはさ、その規模はさ、クラスがダメなの？そのマオミンだってさ、その、いやだから正直言ってみんなで仲間で和気あいあいやってて羨ましいなっていう気持ちがあるわけ、まず。そう、自分も呼びたいなっていう、その、自分だって呼びたいよ、それは。ちょっと後頭部の襟足とかだけメッシュにして、うん、そのマオミンって呼びたいよ、俺だって。だけどできないから、うん、何浸透してるんだよ。うん、何全体的に浸透してるみたいな感じで大声で呼んでんだよ、バカって、うん。クラスの端で下向きながら心の中で思ってるってことです。なるほどね。うん、これが人見知り学部です。なるほど。人見知り学部っていうか若林学部です。そうだな。うん。ラジオネームウエティさん、うん。深夜のバッティングセンターでライナー性の当たりを連発している。それ人見知りなの？これは人見知りです、ね。それ、ストレス解消してるってこと？いや、ライナー性の当たりっていうところでしょうね。それな、ライナーじゃなきゃダメなのかい？でしょうね。それじゃあホームラン性の当たりだったら人見知りじゃない？ボールの下の方を叩かないんだよ、人見知りって。上げないってこと？上げない、球上げない。ダウンスイングで、ちゃんとボールの真ん中、もしくは上部を叩くんですよ、上から。だからライナー性になりますよ。それライナー性の連発してるバッターがいたらばっていう、それはもう全然人見知り。絶対話しかけないでください。あ、そうなの？叩く、ダウンスイングだから。なんで上げないの？目立つからだよ。いや、ライナー性のが目立つで。だってホームラン性の当たりみんな狙ってさ、打っていく、まあ、バッティングセンターで、まあ、わかんないけど。目立つからだよな。だから。いや、ホームランを狙いたいじゃない。高さ的に目立つからだよな。いや、ライナー、その中でライナー、鋭いライナー。だから、わかんない。やっぱ人見知りじゃないからわかんないかもしれないけど、いや、じゃあ草野球だとして、うん、パーンとこう、まあ、結構大きい当たりして、うん、結構まあ、フライ気味に上がったら、うん、みんながそのボールを顎上げて見るじゃん。見る。もう耐えられない、それが。恥ずかしい。ボール、俺が打ったボール見られてる時間が長い。逆に言うと。俺がボール、打ったボールを見られてる時間が長いよ、フライは。いや、まあ長いだろうし、でもその間の、ね、ボールをみんな見てるわけだから、うん、その、ベースランニングをしてる若林さんのことは見てないわけですよ。
で、ね、ボール見られたら恥ずかしい。打ったボールを。あいつが打ったボール。うん、お前恥ずかしくないか。いや、恥ずかしくないよ。見ろ見ろとも。どこまで飛んでいくか見てくれ。それはお前がやっぱりその、うん、目立ちたがり屋で、クラスの人気者で、芸人になって、それを実力と今勘違いしちゃってるからね。全然人気者じゃなかったからね。今もな。いや、しけだな、君は。ラジオネーム、トリニダード、トリニクさん。人と話すときでも下げられるハードルはすべて下げてから話す。これは、やるね。うん、例えばどういうことですか？なんかこう、エピソードトークでも結構自信があるエピソードトークだとしても、いやなんかまあ、ちょっと、しょうもない話なんですけど、みたいな。つけてから喋り始めるね。自信、うん、なんかその、つまんないって言われるとこ、時の保険を先に打っちゃうんだよね。なるほどね。うん、まあ、自意識過剰ですから、人見知りのやつなんて基本的に。うんうんうん、バカにされたくないっていう気持ちが強いわけよ。うんうんうん、だから、うん、何その話って言われた時に言ったでしょって保険打つね、うん、まずね。なるほどね。うん。うん。情けない限りだよ。なるべく構えられないようにするってことか。だからほら、俺だって単独のライブだって、うん、なるべく単独ライブって言わないでくれとか。うん、あ、そういうこと、同じだ。うん、そうですよ。はぁ、うん。うん。ちょっと、スケジュールにしては詰め込みすぎたなってアンケートに書かれるのの保険をもうすでに打ってるわけですよ。うん。ひらがなで。漫才楽しいなんていうタイトルにして、うん、それも保険これハードル下げてる。これも男らしくない。出直してこい。ちょ誰向きです。それ何、うん、トリニダードに言ってるの。じゃあこういう人に対してです。あ、じゃあ若林さんってことですね。で、俺なんか嫁とかもし春日に紹介するときに、うん、今度結婚することになって、うん、うちの嫁ですって言ったときに超ハードル下げるよ俺は。例えばどう紹介してくれるの？俺のやり方って多分こうだね。お前さ、うん、俺が好きな顔って知ってるだろうってまず言うと思うね、俺は。うん、まあもう知ってるね。そういう感じだなって思われちゃうな、多分。これがうちの嫁です。おう。おう。それって何なの？私、あんま変わらないけど。お前は違う違う。もう若林さんっぽいな、しかもう言えなくない？そうなってきたら。まあ言った通りっぽいね、とは言う、そうだね。それでいい。それ、可愛いか可愛くないかっていうとこが視点をもうずらす。若林さんっぽいかっぽくないかにずらす。もう怖いから。なるほど。いじられたくないから。うん。うん。なるほど。もう嫁は特にいじられたくないから。嫁結構気にしいだから。いやいや、わかんないじゃないですか。嫁いねえんだからさ。ちょっとなんか、最近多いんだけど、うん、妄想と現実がちょっとごっちゃごちゃになっちゃうんだよね。危ないね。危ない危ない、それは。続いてですね、うん、ラジオネームタカンキロさん、タカンキロさん、うん、ポロシャツの襟は立てられない。これ立てられないです、ね、いや立てられないよ。人見知りじゃなくてもちょっとあんま立てられないよ。これ立てますよ、ポロシャツの襟。結構立ててるディレクターさんいますよ。まあ、そっちのは少ない。ポロシャツ立ててる人はもう間違いなく高い時計してるよね、うん。あと、あの、首が凝らない時期の首のやつなんかつけてる人多いよ。あー、かもしんないね。ゴルフ焼けしてて。うん。で、ポロシャツの襟立てるのはなかなかちょっとレベルが高いよ。ポロシャツの襟立てられないね。うん。続きましてね、ラジオネーム黒縁メガネの紳士さん。一歩踏み込んだ心理学の本を数冊持っている。これ耳痛いね、俺は。うん、あ、そうなんですか？うん。若林さんも。こう持ってます。ほう。うん。それなりな、心理を知りたいの？人の心理を。まあ、あと、うん、心理学の本と、うん、セックスハウトゥー本ね。もうほぼ、本棚それで埋まってますからね。それなんでそれ、それ見たの？人間と接したいんだよ、うん、本当は。うん、だけど、うん、自意識過剰だから接せられないから、うん、心理学とか学んで人と接するようになろう。うんうん、そのまあ、セックスのことも知っとこうみたいな、うん、だからもうほんといろんな技知ってますよ俺はこれ。おー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 、すげー指の動きだぜ。おーたまに、おーたまんねー。まあ、こういうことになんのよ、やっぱり人見知り学部。なるほど。人見知り学部の図書室はもうそこ、うん、結構コーナーとしてでかいですからね、心理学とセックスハウトゥーの
図書館のその人見知り学部の図書館、もう電動で動きますよ。ウィーンつってその図書館の本ぐらいありますよ。ほぼ貸し出し中だ。そう、もうあの、そうそう、春画から、うん、最近のハウトゥー本までもうずーっと揃ってます。あ、通いたいね。ちょっと人間に対して興味は本当あるから。いいね。これ耳。図書館だな、それ。これは耳。ラジオネームゴルゴ31さん。日常の生活の中で、本当にこの女も普通にセックスするのかと思うことが多々ある。それ何、人見知りなのそれ。まあ、人見知り学部だろうな、これは。俺はそうですね。うん、人見知りで、それは思うよ。いや、思うとしても結構スポーティーに思うだろう、うん、お前。スポーティーどう、例えば、一番最近で、うん、あの女の子もセックスとかすんのかなって思ったの、どういうシチュエーション？どういうシチュエーション？うん。え？あの、美穂くんとか見てたよ。これもパワハラです。いや、パワハラじゃないよ。これはセクハラですよ。いやいや、普通にするんだろうなっていう。そんな別にさ、バーっと考えない。これセクハラです。いや、セクハラじゃないよ。いや、これはもうネットニュースです。ネットニュースじゃない。そんなのは思うよ、だって。あ、そう？俺は結構聖堂さんとか見てて思うけどね。なんて。なんか、うん、いつ頃一番セックスしてたのかなって思う、ね。パワハラですね。これパワハラ、パーソナリティから作家さんへのそうパワハラですよ。うん。ダメですよ。大体でもその、なんだろうな、その、一緒だって言われてるからね、この世界。ん？その、そういう風に、だから、美穂ちゃんを見て、自頭とは思わないでしょ？思わないよ。自頭とは思わない。するのかなぐらいでしょ？するんだろうなぐらい。ああ、俺はもう全然。どんなもんかなぐらい。俺は全然違うな。どう思うんですか？おい。女性見て。例えば、薬剤師の人とか見てて、薬局で薬をも、うん、頭痛の薬をもらうの待ってる時。うん。おい。あの女も、普通にセックスとかするのか？嘘だろ。おい、誰か、嘘だって言ってくれよ！こうやって思うよね。どう違うって言われました。結局何なんだそれは。で、お前はじゃあどうやって美穂ちゃんに対してどう思うの、うん、やっててね、私は、うん、はぁ、もう経験はあるんだろうな、おそらくな。どういう聖書の、どういう聖書に、どんな相手、どんな技を持っているんだろうか。たまりませんなぁ。だな。お前の方が重症だね。いや、ちょっと待って。大して変わらんでしょ。誰か教えてくれよと、どう違うんだよ。いや、俺は、もうなんかその、うん、まだ未知なのよ。でもお前はなんかちょっと想像が行き過ぎてるし、で、あとなんかその、美穂ちゃん的にも、それ辛いよ、うん、そんな言われ方したら。いや、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 図星だから。どういうことだ、図星って。図星ってなんだ。いや、それは思う、これぐらいは思うでしょ。だから、とんがってるからいいよ、美穂ちゃんが今の平気で受けれるけど、うん、その、なんだろう、平成の桃井香織って言われてるぐらいですからね、美穂ちゃんは。あ、そうなの？だから、普通の女の子だと、泣いて、うん、もう出てってる日本放送、こうやって。いや、こうか、こうやって顔を。いやいや、それはそうかもしれないけど、これ別に普段は言わないからね。うん、本人に向かって。そう？そう、今そういう流れだったら言ったけど、まあだから、でも男ってそうだよね、うん。あの人でもセックスするのかって思う。いや、もうそう、もう女性が目に入ったらもう絶対思うよ。まあ、それがに、やっぱ人間ってもんだけど。うん、で俺たちはなんかもう切羽詰まってるし、ちょっと、もうちょっと童貞感が出て思うね。ん？うん。ポスターとか見てもさ、うん、それと思う。五ノ平アナのポスターとか見ても思うよ。なんて。五ノ平ちゃーん。って思うよね、やっぱり。何してんだ。お前何してんだよ。何がごめんちゃうんだよ。ひどいなぁ。ヨシキ D が、笠原さん、こんな閉めてください。閉めてください。入りました、今。指示が。さあ、といったわけで。さらに人見知りの日常をピックアップして送っていただきたい。メールアドレスは、kw@allnightnippon.com。
はがきの宛先は、郵便番号 100-8439、日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、実録、人見知り学部の係まで。